古宮勝人です。今日も皆様からいただいた質問に答えていきたいと思います。で今日の質問は、2017年世代の4番バッター、倉野正隆選手について教えてくださいというふうな質問です。でこの倉野選手と言いますと、もう本当にいい男でですね、まあ私がもし女性だったら、倉野選手みたいな男と付き合いたいなって思えるぐらいいい選手なわけなんですね。当然男気もあるんですけども、優しいんですよ。家族の中で、兄弟の中で長男で、まあ年の離れた弟さんもいてて、そうやって、まあ弱者を、弱者には優しく、強者には立ち向かっていくような、本当に男らしい部分がありまして。で、倉野選手は、まあ入学した時からですね、当然バッティングに関しては光るものがありまして、まあバッティングでチームに貢献するために、下級生の時は1番とか、そういうふうな大事を任される時もあったわけなんですね。でも、チームで言うと、その2016年、2017年っていうのは、智弁和歌山がこう低迷期に、ものすごい低迷期に入っていたとこなので、そこの中で、やはり下級生の時も、2年生になってからも、孤軍奮闘状態。まあ打線も、まあ言うたら、信頼できるバッターっていうのが、ラインナップ9人の中で、やっぱり何人もいてるわけじゃなくて、その中でも倉野選手っていうのが、まあ、入学してからずっと、頼りになる選手として、最後まで頑張ってくれました。倉野選手っていうのは、まあまあ、バッティングに関しては、もう自分のツボみたいなものがもともとあって、そこで、2年生の彼らの倉野選手世代の秋の大会で、やはりかなり、惨敗した試合が3試合も続いたので、でそんな中でも打ってたんですよ、倉野選手は、しっかりと。先頭打者ホームランとかも結構打ってますし、1個下の林選手も一緒にその秋の大会は頑張ってたんですけども、チームがやはり、惨敗してしまうと自分の力のなさも感じて、その秋の大会の後からしっかりと、トレーニングプランとかを見直しながら、どん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 倉野選手自体ももともとバッティングはいい選手だったんですけども、そこにかなり破壊的なフィジカルが乗ってくるわけなんですね。で、バッティングに関してはもう手がつけられない状態ですよね。倉野選手どうやったら抑えたらいいんやというふうな状況にまでなってくるわけなんですよ。で、私2011年から、2019年まで、大体9年間ですね、いろいろ世代の見てきたんですけども、その9年間の中でベストナインを組むとしたら、まあ4番に倉野選手を置きたいなと。それぐらい、まあまあ当然長打力があるっていうのはもちろんそうなんですけども、勝負強いというか、何より、もう倉野選手が打席に立ったら打つやろなと、信頼できるやろなというふうな、空気感が漂ってくるわけなんですね。それぐらい、倉野選手っていうのは、打力はもちろんそうなんですけど、勝負強さ、あとは、チャンスで、必ずチームに得点をもたらしてくれるっていう選手っていうような信頼感があるわけなんですね。で、まあ、倉野選手っていうのは、バッティングだけじゃなくて、キャッチャーというポジションも司会になってて、で、その、2016年の秋に惨敗した後の冬のところから、現、智弁和歌山監督の中谷監督が、コーチとして週1回ぐらい来てくれるようになりまして、4月からは常任でコーチになることによって、もう配球とか、みっちりみっちり、教えて、いかれた中で、倉野選手って結構オラオラ系、気の強い系に見えるんですけど、結構、繊細な部分を持ち合わせて、キャッチャーとしてのその、配球能というか、そういうところも非常に素晴らしいものを持ってたので、どん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 吸収していって、キャッチャーとしてもレベルアップしていくわけなんですね。で、いよいよ、春の大会、3年生の春の大会も終わって、夏の大会に向かっていく中で、なんとか予選を切り抜けて、甲子園に行くわけなんですね。で、当然甲子園の1回戦の興南戦でも試合を決定づけるようなレフト前のタイムリーも打ってますし、一番やっぱり倉野選手で、私ベンチ、まあ部長なのでベンチにいながら鳥肌立ったのが、2回戦の大阪桐蔭戦なんですよ。で、結局このゲームっていうのは、2対1で、まあ、敗れるわけで、その2点目っていうのが、平田龍樹選手と倉野選手のバッテリーの、パスボール、まあ別に言わせればワイルドピッチ、これで決勝点を
取られて負けてるわけなんですけども、そこは本人もおそらくむちゃくちゃ悔やまれるところなんですけども、勝負どころはもうちょっと違うところにあって、私がすごい倉野選手にやっぱこのバッターすげえなって思ったのが、中盤から終盤にかけて智弁和歌山がチャンスを作った時に、まあ大阪桐蔭のピッチャーといえば向こうはエースの徳山選手、現早稲田大学でも頑張ってる素晴らしいピッチャーがいてたんですけども、倉野選手に対峙した時に、あの徳山選手でさえも投げる球がない状況にどん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 勝負の中で追い込まれていくわけなんですね。もう徳山選手といえばアウトローもそうだし、あの変化の出し入れもそうだし、本当に絶妙なピッチングをするんですけども、倉野選手がその際どい球を見逃したり、甘い球をもうファールにカンってしたり、もう投げる球がどんどんなくなってくるわけなんですね。勝負に行った球ももう簡単にファールにされて、もうどん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 ここにしか投げるボールがない、あるいは投げる球がないっていうような勝負の中で、結局その勝負の中で、その勝負の結果といえば、倉野選手がレフトにキャーンっていう打球を打つんですけども、レフトのダンテ選手の正面で、チャンスを潰れてしまうわけなんですね。ただ、その打席から感じられることっていうのは、倉野選手の威圧感というか、もう、バッターとして、もうピッチャーを凌駕してる感じですよね。もう投げる球がないっていうところで、どん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 追い込んでいくような4番としての本当の実力。そういうところが、やっぱり私が9年間、選手いろいろ見てきた中で倉野選手を4番に添えたいなっていう風なゆえんであります。下級生の面倒見もいい選手ですね。引退してからもしっかりと後輩の球をブルペンで受けてくれたりですね、後任の育成もしっかり務め上げて、卒業してからは、近畿大学の方で頑張ってるわけなんですね。で、倉野選手の一つ上に、近畿大学のから今阪神タイガースで頑張ってる佐藤選手がいてたんですね。で、佐藤選手のってどうなのって聞いたら、もうあれ化け物ですみたいなことを倉野が言うぐらいだからよっぽどだなと思って、まあ佐藤選手がオープン戦とかで打ちまくってる姿を見たら、これちょっとまた倉野とは全然格が違うなと、倉野が言うだけあるわというふうなことで、佐藤選手にはまあもう度肝を抜かされてるわけなんですけども、そんな倉野選手も、もうこれは近畿大学で最上級生になって、今副キャプテンかな、キャプテンかな、まあそうやって、幹部としてもしっかりと、チームを引っ張ってくれてますので、大学野球ラストイヤーで、まあしっかりと結果を出して社会人あるいは NPB につながるような活躍もしっかりしてもらえればなと思います。まあ何にせよ関西学院大学の黒原選手ですね、黒原選手と倉野選手が高校3年生の時に同級生バッテリーだったので、片や黒原選手がもう150キロ左腕として関西学生野球の中ではドラフト候補の中でもかなり高いレベルにいてて、その相棒だった倉野選手もやっぱり私は NPB に手が届くぐらいのポテンシャルを持ち合わせてると思うんですね。なので、最後、ワンシーズン、しっかり頑張ってもらって、黒原選手と倉野選手ダブルで、まあ、プロの門をしっかり叩けるように、最後悔いのないように頑張ってもらいたいなと思います。皆さんもどうぞ応援よろしくお願いします。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。またいいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。